久保さん、今回はオリンピックと金儲けにしましょうか。あの、インスタの投稿でですね、早くこんなオリンピック終わってしまえ、金儲けのためにやってるオリンピックみたいなね、あったんですけど、お金儲けるってダメなんですかね。<laughs> てか、あなたの会社がお金儲けしなかったらあなたの給料ないよっていう、 うん、なんかこれね、思うんですけど、全部ビジネスなんで、あのー、ただでできないですからね、なんも。うーん。儲けてもらわないと逆に、日本が困ってしまうんじゃないかなと。開催国なんで、ね。<laughs> 今回きついっすよね。お金儲けだいぶできないと思うんですけど。<laughs> 多分あんまできないと思いますよ。ね。完全に。うん せっかくね、経済効果生まれる言うたのに、だって海外の旅行客なんか一切無理でしょ、さすがに。まあ、選手団もあれですけど。まあ、もうほとんどの人はやっぱね、お金儲けっていう、なんかね、そこをね、履き違えてるところがあるのかなと思うんですね。うーん、あなたの、まあ、一言で言うと、あなたの給料も、会社があなたの会社が金儲けた、 結果分配されてるんだよっていう。うん。なんかもう変わんなかったら、儲け、だからなんか、なんやろな。儲けることが悪いことみたいなね。昔、村上ファンドでしたっけね。お金儲け悪いことですかみたいなね。<laughs> なんかね、うーん。うーん、なんか東京オリンピックっていうね。まあ、 そんなに悪いことしてんのかなって、そのそ東京オリンピックのコンテンツまあ、コンテンツって言うとあれかもしれないですけど、まあ、まあ、せ、あの、選手がね、頑張ってる姿だったりとか、まあ、スポーツマンシップにのっ,とってというか、なんというか、なんか、まあ、頑張ってる姿を見るわけじゃないですか。いろんな競技の、ね。えじゃそのコンテンツは、 悪いものなのなかと一人一人の選手は別にお金儲けのためにみんな金儲けのためにやってないというか自分のなんか目標に向かって頑張ってきてとか例えばね高橋尚子選手まあ古いですけどね Q ちゃんあのオリンピックで金メダル取りましたけどいや私はオリンピックで1位になって億万長者になるんだみたいなねマラソンしてたのかっていうと。 いや多分してなくないですか <laughs> っていうそのなんだろうな,なんか自分の目標とか夢に向かって純粋にねスポーツもちろん一部の人はねあのオリンピック優勝してっていうそのねあの中国とかもそういうとこありますけど何だろうな,なんか普通に頑張ってるわけじゃないですかねオリンピックだと金めダ取るぞみたいな。 金儲け頑張るぞじゃないんですよ。で、それをパッケージングして、オリンピックというパッケージングにして、ビジネスにして、オリンピックの選手がね、あの、無料でというか、まあそんな、そ,そこに、あの、お金をね、投じて、こう、いい競技ができるようにしてるわけじゃないですか、設備投資して。逆にそううお金儲けなかったら、無料で,できないですよね。うん。なんかその、オリンピック、東京,東京に来るのに、 東京に来てね、なんかお金がね、なんかめっちゃかかりますみたいな。あ、もちろん国が払ってんのかわかんないですけど、なんか、選手、選手負担が、オリンピック選手負担が、なんか1000万ですみたいなね。無理じゃないですか。多分オリンピック選手の負担ってないですよね、多分ね。<laughs> オリンピック選手の負担が、オリンピック選手だけど負担1000万とかね。<laughs> ね。あの、それはまあちょっときついですよね。 ねまあ、そのビジネスはちょっとちょっとあれでしょうね。<laughs> 負担ありすぎた選手にみたいな。で、それで儲けるみたいなね。いや、オリンピックっていう、なんだろうな、オリンピックっていうその枠を用意してあげてね、戦わせて、でオリンピックには出場、おめでとう、じゃあ3回1000万で、ね、みたいな、マジでみたいな。<laughs> まあ、それはちょっとどうかなとは思いますけどね、もしそういうスキームだったらね、選手にその、あの、 オリンピックの、その、まあ、なんだ、出場権はあるけど、出場するためには1000万必要だよみたいな、オリンピック財団に1000万払わないと、まあ、その、正式には参加できないみたいになってるとは、まあ、きついですよね、個人負担で、しかも。で、国は国で、なんか、なんか1億払いみたいなね。な まあどういうね、そのシステムかわかんないですけど、まあ少なくともなんかいろいろ無料で提供してると思うんですよ。うん。だからそれもなんで提供できるのかっていうと、そういうね、あの、儲けがない,ないとできないことですよね。うん。なんか、で、じゃあその、そういうコンテンツ、 わなんか悪いそれそれは悪いことなんですかね <laughs> オリンピック制オリンピックに向けてね頑張ってきた人たちのコンテンツを見てなんかみんな楽しんだりとかするわけじゃないですかじゃそれのコンテンツってすげえいいコンテンツだと僕は思うんですけどねコンテンツ的にはうんどうなんでしょうねまあ、久保さんはオリンピックに興味ないみたいなんで見ないかもしれないですけどうーん はい、ということでオリンピックの金儲けですいってらっしゃい。